皆さんこんにちは、刺繍ブランド糸話の伊達です。春夏に向けて、インドから新しい布が届いたので、その布の中身を、ちょっとご紹介したいなと思います。インドから荷物今どうやって届くんですかっていうふうに聞いてくださる方も多いんですけども、はい、こんな感じでこういう布に麻袋みたいな布に包まれた状態で、段ボールが届きます。古めかしくて可愛いんですけども、こういう風に印を押して開かないようにした状態で、綺麗にパッキングをしてインドから送ってきて、くれています。はい。で、そういうですね、さっきの布にくるまれた箱を開けると、こんな風に、インドで刺繍の生地までを作ってもらう分は、綺麗にパッキングして届くようになっています。今回届いたのは、インドの酪農地方からやってきた地間刺繍の生地たちです。これで何作るかというとですね、昨年ですね、 V ネックワンピースというここがこう V に開いたワンピースをお作りしたんですけども、限定5着で、当時コロナで、国際輸送も止まっていたので日本にある生地だけでお作りしたんですけども、その5着がですね、早い、スピードでいろんな方のところにお嫁に行きまして、今年の夏も改めて作ってみたいなということで、新色を作ってきました。で、今日はそんな刺繍の生地がこう一体全体どんな状態で、届いているかをご紹介したいなと思って動画を撮っているんですけども、さっきの袋に入ったものをこういう状態だったかと思うんですね。で、酪農地方は特にですね、手刺繍で生地を作ってくれているんですけども、インドの職人さんにとって一番作りやすい刺繍は、実はそのやっぱり民族衣装を作るための生地に刺繍するのがやっぱり一番昔ながらの製法で作りやすいんですね。なので、私たち糸話、特に私のデザインはその民族衣装に向けて作られた生地からお洋服の形をデザインするという方法をとっていることが多くて、ちょっとややこしいんですけども、お洋服の形を先に決めてそれに合わせて刺繍してもらうというよりは、彼らが一番馴染みのある方法で刺繍をしてもらって、そこからお洋服やマスクだったり小物を取れるだけ取らせてもらうというような形を取ってるんですね。なので、縫製工場さん、一番最初にお付き合いを始める時の一番びっくりされることなんですけども、刺繍の生地がですね、こんな感じで見えますでしょうか。こう全面にされてるわけじゃなくて、こういうふうに隙間になってまして、ちょっとこんな椅子をどけますね。はい。で、この形はしかもですね、分かりますかね、なんかクルタっていう、インドの方たちが着てるワンピースみたいなものを作るためにびっちりと刺繍がされております。で、ここが次袖になる部分で、でひっくり返して反対側が、これが背中になる部分っていう形でですね、このマークとか結構糸話のお洋服で、見かけられる方もいらっしゃると思うんですけども、こういう部分からですね、この刺繍の生地を無駄にしないように、例えばこのサマードレスはですね、この胸のところにこの大きなワンポイントを刺繍で入れたりしています。そうなんですよ、実はこういう風に T シャツとかスカート専用に刺繍してもらうのではなくて、インドの方にとっても馴染みがあって、私たちにとってもここからいろんな形を切り出せるように、1枚の大きな、今は3メートルぐらいの生地に刺繍をびっちりしてもらって、そこからお洋服を仕立てていっています。今はですね、おかげさまで徐々にこう作れる数が増えてきて、これは一番最初の初期からやっている製法なんですけども、これを刺繍の生地をインドで作ってもらって、日本でお仕立てするっていう方法以外に、今はインドで生地を作って縫製するところまでインドでやってもらうっていうお洋服もあれば、今回今新しくやっているのは日本で刺繍の生地から作ろうっていうふうにしているものもあったりします。それもですね、今後またご紹介していけたらいいなと思っているんですけども、今日は今年の夏に向けて、新しい記事がちょうどさっきですね届きましたので、この YouTube で一番最初にご紹介させていただきました。はい、
この届くタイミングに広島市和や奈良五条のお店に居合わせてくださると、開封の時を見れることがしばしばありますので、そういうのも楽しみにしながら、直営店にまた、皆さん遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、今日はですね、インドから届いた荷物を一番最初にご紹介させていただきました。ここからどんなお洋服になるか、また楽しみに、また動画でもご覧いただけるようにご紹介していけたらと思ってます。はい、今日も最後まで皆さん見ていただいてありがとうございました。何か質問とかがありましたら、ぜひコメントに寄せていただけると嬉しいです。ありがとうございました。